タチアーナイバーノブナ・ナブラーノバは、ロシアの歌手である。タチアーナ・ブラーノバは、1969年3月6日、当時、レニングラートと呼ばれた、現在のサンクトペテルブルクに生まれた。父のイバンペトロービチ・ブラーノフは、レニングラート海軍潜水艦高等学院卒の、北方艦隊勤務員で、機雷や魚雷の扱いを専門とする、エディート軍人であった。 ミサイル潜水艦が誕生したとき、彼はその最初の指揮官の一人となった。1968年に海軍アカデミーを卒業し、研究所所長としての勤務を始めていた。1990年に退役したときには一等佐官にまで出世した。一方、母のニーナ・パーヴ・ブロブ・ナ・ブラーノバは写真家であった。ブラーノ夫妻には二人の子供が授かり、それは ターニャと兄のバレンチーンであった。バレンチーンもまた父同様、潜水艦の勤務員となった。第一学年の時、ターニャは新体操に取り組んだ。しかし、音楽学校での教育のため、新体操は諦められた。ブラーのフけには音楽の専門家は誰一人としてなかったが、ターニャは母親の影響で音楽に興味を持った。ターニャは、 音楽学校のピアノ科に進学し、これを卒業した。15歳までターニャは、町の楽団でギターを演奏していた。学校卒業後、ターニャは、NK クループスカヤ記念、レニングラート文化短歌大学への進学を試みた。しかし、ターニャは、大学受験に失敗した。1987年、 改めて同大学の夜間学部を受験したターニャは、図書学部の師匠、書士学者科に入学を果たした。学業と並行し、ターニャは海軍アカデミーの図書館の外国語科で職に就いた。そうした中、ターニャはペテルブルク音楽ホールの学校が学生を募集していることを知った。ターニャは、1989年秋に大学を3年で止め、 音楽学校の声楽家科に転学した。12月にはターニャはニコライタグリンと知り合った。この人物はソ連の音楽グループレートニーサートのリーダーであった。ターニャはこのグループと共に活動を開始し、最初の曲を書いた。その後、ターニャはグループと共にロシア共和国中の都市を巡業した。1990年4月16日に、 技術大学の演劇舞台で行った公演が、ターニャにとっての初舞台となった。1991年、ターニャはグループ、レートニーサートと共に、音楽フェスティバル、ヤルタ91に参加し、泣かないで、でグランプリを獲得した。また、その後も、グループと共に活動を続け、テレビ番組、10日に参加した。ここで彼女らは、このようでなかったらを歌った。その後、 ターニャは多くの街で舞台に立つようになり、1993年にはグループと共に曲東まで遠征した。同年3月19日には彼女の最初の息子アレクサンドルが誕生したが、夫とは離婚した。1994年にはターニャとレートニーサートのカセットはロシアとしては大規模となる20万以上の売り上げを記録した。1996年アルバム 私のロシアの心の発表後、ターニャはサンクトペテルブルクで開催された日本のテレビドラマの制作に参加した。2003年には、ターニャはコンサート2003年の歌で敬愛主ェンコ記念賞を受賞した。2004年11月23日には、ターニャはロシア連邦功労芸術家の称号を授与された。2005年10月18日には、 ロシアのサッカー選手のウラディスラフ・ラディモフと再婚した。2007年には彼との間に子供が生まれた。25税、税、リバース、ゾーラだ、税。ありがとうございます。